2014年3月10日月曜シャンソンコンサート終わりの青部屋ニュースです。ネロです。戸川雅子です。はい、本日もですね、はい、はい、ありがとうございます。本日も素敵な出演者の皆様と共に月曜シャンソンコンサートをやりきることができました。本当に皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この青部屋ニュースではですね、もう皆様からのもう忌憚のない何でも構わないんで、あの一言ずつをいただきたいなと思っております。では、秋山玲奈さんからよろしくお願いします。どうぞ。はないの。あるよ。孫がたくさんいて、ま、マグマグして。孫がたくさんいるの。そうなんですよ。何百匹っていうわけじゃないですよ。何千匹ぐらいですね。それで、あの半分はアメリカのロサンゼルスに今いるので、行ったり来たりして。あ、いいね。もうあのこれ終わったから今月末また行くんです。で、もう手荒れしてて。どこどこ場所。ロサンゼルス。ロスはいいよ。なかなかいいとこだって。いいよ、大好き。ロス、遊んでました。ロス、すごいっすね。あの住みやすいとこだっていうのね。昔はスモグの街だと思って嫌いだったんだけど、住んだことなかったから、まあ、あのなかなかいいとこだなっていう。あの日本の良さもね、逆に見えたりね。そうね。だから、あの進化してね、スーパーマーケットとか日本のね、何年か大変に行ってしまったりね。すごいですよ。ロス？そうです。すごいの。味噌ラーメンが行くか。ロスで味噌ラーメンですか。いろんなラーメン美味しいですよ。でも、あのスーパーの店舗旗揚げするから。ラーメン娘。娘じゃないです、うん、だからね、あの世界中、私も趣味で、夫の趣味で、今日の連れ合いの趣味で、世界中は結構あの行ってるんですけどもね、やっぱりあの娘がいるからアメリカの方も行くようになったけどもね、もういつも重りなんですね。で、また6月に。娘さんも一人なんですよ。二人いるの。あ、二人。隣で、ロスと、うん、ロスと、うちの隣。吉祥寺なんです、私自体。随分なんかあの話になんか幅がありますけどね。はい、幅があるの、1000人もいるから。はい、まあ、優雅な話ということでございます。ということで、シャンソンが上手になりたいと思って、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ぜひぜひこれからやります。はい、では、本日初登場ということでございますがですね、はい、クラシカルエンターテイナー、はい、ということでございまして、まあ、本日ね、あのアメージングボイスを披露していただきました末崎俊介さんです。どうぞ。末崎俊介です。僕はクラシカルクロスオーバー、クロスオーバークロスオーバーというジャンルで、まあ、あのエンターテイメント性のある、まあ、ポップスとクラシックの融合ということで、まあ、全然クラシッカーではないので、よくカウンターテナーの皆さんとかってこう間違われちゃうんですけど、僕クラシッカーじゃないので、あのカウンターテナーとかソプラニスタっていうあの言葉は使いたくないんですよね。何やの。難しいです。僕はもう僕の声っていう感じで、僕の声カテゴライズされたくないっていう。あ、そうですね、はい、僕の声さん。え、僕の声ですそう、あの、まあ、カウンター、あのカウンターテナーではないんですけど、まあ、裏声をあの使ったソプラノの音域でクラシカルクロスオーバーをやってる歌手は一応日本では僕一人と。一人なんですか。はい、めちゃめちゃ貴重な人じゃないですか。あの、ありがとうございます。一人ってすごいよ。一人です。だって1億何千人いるのよ。あた絶滅寸前なんて。そうなんですよ。クラシックな方だと結構ね、あのいらっしゃるんですけど、あのエンターテインメント性のあるクラシカルクロスオーバーの世界では、まあ、僕一人これはもうみんなで保護しなきゃいけないですね。もうね、どん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 名前と顔と歌声を、売っていこうと思っております、はい、よろしくお願いいたします。本日初登場ということでございますけれども、堀川隆一さんです。どうぞ。どうも、堀川隆一です、まあ、一言ということで、あの先日、まあ、ソチオリンピックがあったじゃないですか。で、まあ、あの見れる時はちょっと見てたんですけど、僕あのフィギュアスケートが大好きでしてね、まあ、あの浅田真央さん選手、あのショートプログラムの後からのフリーの圧巻の演技すごかったですよね。まあ、なんか無意識に泣いちゃったわけです、ね、すごかった。あれは本当にもう映画を見てるような、あの挫折からの、あの這い上がらの根性っていうのがすごいな、若いのにと思って。年下なんですけどね、彼女僕よりもすごい励まされてですね、あの自然と涙が出たわけですけど、普段あんまり映画とか本とかあんまりそこまで感動しても涙が流れることがあんまなくてですね、あ、すごいな、こんな涙が出るもんなんだと思って、ちょっと
ょっと今年のテーマをちょっと、ね、涙泣かせると、じゃあもうあれね、次回はもう龍一くんの歌で泣かせるってことで、自分も泣いて、まあやっぱり表現をするっていう意味でやっぱり感情を泣いて笑ってもうちょっとね、いろんなものをね、いろんなものとこう混じり合うというか、どん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 自分でもう映画でも何でもかんでもいいから、どん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 、そうすると涙なんて私なんて枯れ果てるぐらい涙出したんだよ。そういうもので、文化で、うんうん、別にこうフィギュアスケート関係なくね、うん、私は全然涙やってませんでしたから、いろんな涙流してちょっと歌い手としてもそう、ね、魅力をつけていきたいな、もっと文化的なものだと、はいはいと思っております。では皆様、次回の、この月曜シャンソンコンサートでは、泣きの泣きの堀川隆一で、迫りということでございますんで、はい、よろしくお願いします。では本日の大トリを務めていただきました木更木優さんです、どうぞ。木更木優でございます。月こそ変われ、今日は実は先月の10日がお誕生日でございました。まあ何歳ということを起きまして、なこと聞いてないでしょ今2月10日生まれでございます。今日はね、とても記念すべき私にとっては素晴らしい日なんですけれども、私が戸川先生とお会いしたのは、日本シャンソン協会の一番最初の舞台だったんですが、その時にご縁を作ってくださった今道さんという方が今日はね、歌を聴きに来てくださいました。そうなのよ、そうなのよ、それで、ね、もう本当にちょっといらっしゃる、こっちへ。そう、今道さんにお会いしなかったらば、こちらの声は全くなかった私なんですけど、すごいすごい、あの方はね、そういう意味でもう本当にシャンソン界では、はい、ものすごい貴重、そうですね、貴重な方なんです。本当にそして一番最初の時は、あなたはね、声の良さだけで歌ってるわよって小さな声で教えてくれたんです。まだ私が若かった時なんですけど、まあ、そして今日はですね、上手くなったわねって言ってもらって、万歳っていう10日でございます。イエーイ。もう本当にね、あれから育成そうでございますけれどもね、はい、長い付き合いだわね、はい、本当に彼女とも今日もキラキラしてるの私のなんかよ、これはよく頑張ってるわねって言って先生、戸川先生が私にプレゼントしてくれたんです。クレオパトラみたいになってますからね、はい、でも金ですもうエジプトのピラミッドに眠ってそうな感じです。いやいや、まだなんで笑うの、起きてるんだって、はい、ありがとうございます、大事にしてます。はい、北野家さんでした。そういうわけでございましてですね、本日も、本当にバラエティに富んだ、素敵な出演者の皆様方と共に、月曜シャンソンコンサートでやりきることができました。本当に皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後にカメラに向かって、月曜日は毎週渋谷でシャンソンやってます。ぜひね、皆様こういった素敵な皆様と共に、素敵な一夜過ごしましょう。そういうわけで、月曜日は渋谷でシャンソン待ってます。絶対来てね、よろしく。どうもいるのよ。青部屋ニュースチャンネル登録はこちら。みんなよろしく。